皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もこちらランダムブースターボリューム26のパーツを使って 5G バトルをやっていきたいと思います。今回はつぶやきさん太郎とちょめまるで対戦していきたいと思います。それではやっていきましょう。それではお互いのファーストベイ、せーの、じゃん。バニッシュファブニル、ホイールハイホールドダッシュ2、レイジディアボルス、モーメント 3A。 ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いやファブニル動きやらしいぞ。いい感じ。いや最初勢いあるときレイジには当たりたくないからね。いやただこれは自分のスタミナも、おとなしい。上から押さえつけていけ。さあモーメントはどうなるか。いいぞいいぞいいぞ、アッパーじゃん。あー、よし、インフィニッシュ。バニッシュファブリルにワンポイント。やった、またいい感じの姿勢崩してたね。いいね。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ロアバハムート、ギガナッシング10。バニッシュファブリル、ギガドリフト6。セカンドバトル、ベリーセット、3、2、1、ゴーシュ。さあバニッシュ対ロア、左同士。ちょっとドリフトがまた暴れてしまっている、暴れてしまっている。自滅しちゃうぞこれ。早めに降りていきたいがまた外に行っちゃう。おお、走っていく。だがだが、スタミナが、いいぞいいぞ。スピンフィニッシュ、ロア・バハムートにワンポイント。やった。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。ダイナマイトベリアル、テーパードドリフト6、ファーストギア。ロア・バハムート、イグニッションダッシュ10。サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。ロアの力を見せてみろ。今のところよろしくてよ。どうだ。ああ頑張って。いや立て直した、立て直した。逆回転だからね、立て直されるとまだ続くんだよな。上から押さえつけてるけど相手はドリフト。よし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 、よし。ダイナマイトベリアルにワンポイントということで、今回の 5G バトルの勝者はつぶやきさん太郎です。やったー。でもしっかり丸になっているロアバハムト。 5G バトルの勝敗は決まりましたが、残りもやっていきましょう。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。サイクロンラグナルク、ネクサスゾーンダッシュ Z3。 ネイキッドスプリガン、テーパードゾーンダッシュ Z5。 ハイモードに変えました。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。おお、いい当たり。ゾーンダッシュ Z 同士とは思えない激しいぶつかり合い。レイヤー部分もねアタックじゃないのに。さあただネイキッドは中央にいて、ラグナルクの方は外を回る。中心取られてるけどなかなか当たらんな。やらしい動きだ。さあただ普通に送り合いにはなるかな。なりましたね。頑張れ。インフィニッシュ、ネイキッドスプリガン2ワンポイント。やっと一勝。お互いのフィフスデイ、せーの、じゃん。テンペストソロモン、アラウンドモーメント 1S。タクトロンギヌス、アランドアトミック1000。フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。さあジャックシュート、ジャグリパッドは結構強めにシュート。あ、モーメント意外と斜めになっても倒れないように保持はしてるね。そのギリギリで耐えてはくれてる。
したらちょっとギリギリするとちょっと不安だけどね。あさあどうだ。フィニッシュ。テンペストソロモンにワンポイント。やったー。これでも結構意外な勝利だったな。ということで 5G バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。バハムート今ローモードとハイモードで並べてるけど、ハイのあのアーマーの色違いかっこいいね。やっぱレアレアカラーの、そうそうそう、レアカラーの紫のメタリックがめっちゃ合ってる、ぴったり、ちょうどねマッチングしてるよね。前回の試合でも言ったことなんですけど、もう一回言っていいですか。いや俺のバニッシュファブニル、今回も結構狙った通りの作戦、上から押さえつけて相手倒すっていうのできたんで、これだいぶ決まってていい感じです。今やったまた異質な改造を作り出したいや前回も言ったんですけどね、僕のレイジディアボロスモーメント 3A 斜めってアッパーで吹っ飛ばすってやり方やりたいんですけど、そんなことは一切できません。ちょっと相性悪いかな。そうね、うん、傾いてはいるんだろうけどね、うん、うまくなんかマッチしないんだろうね。そうだね、話がちょっとごっちゃになるかもしれないんだけど、最終戦のつぶやきさんのテンペスト、テンペストソロモンにもモーメントがついてて、こっちはちゃんと傾いたなっていうのは感じてたんで、うん、そうだね。ただレイジの方あんまり傾きを感じなかったんだよね。多分 3A がひょっとしたら重すぎちゃうな。そうだね、どうなんだろう。あるいはもしかしたら綺麗に組みすぎてるから。ああ、そう、はいはい、汚く組んだ方がいいのかな。そう、ちょっと汚く組んでわざとぶらした方がいいのかもなとは今ちょっと思ったねそんな調整の仕方もあるんだね。そうだね、やっぱ調整ってそのベインにさせたい動きだから、ブラしたいんだったらもうブレさせるっていう、それこそゴーウェイとじゃないけど、うん、そういう感じに自分のその目的に合った調整の仕方をするっていうのは、まあ、あれかな、ワンランク上に行けるのかもなとは思う。俺はうまくできないけどねいや奥が深いね。あとね、チョメマルがね一つ言いたいことがあって、このロアバハムートが加わったことによって、レイジーバニッシュ、タクト、ネイキッド、結構優秀なね左回転が増えたなと思って、この左回転オンリーだけでも 5G デッキが組めるようになってきたかなって思います。そうだね、以前に比べて左回転にもいろんなバリエーションが増えてね、ちょっと特殊かもしれないけど左回転多めのデッキとかしてみるのも、まあ、やっぱりベイブレードって右回転が多いから、みんな右に対策するようなベイを作ってくると思うんだけど、あえてそこで左ばっかってやると逆にその強をつけるというか、うまいことハマるとこのデッキが一番強いってことにもなりかねないかなとは思ってる。まあ今日はうまいことハマってねえけどな。というわけで皆さんもこのランダムブースターボリューム26を買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。